Good morning, Vlogmas Day 7! 自信ないわって。Yes, 7! 1週間も経ったんだね。あ、今洗濯物してます。なぜかというと、外は晴れです。今日は晴れてる。イェーイ、お湯沸かしてる。お茶飲みたい。とりあえず、今洗濯物してるので、ちょっと空気入れ替えて、頭がぼーっとしてるのでちょっと CBD 取ってブラックティーを飲もうかな。アールグレーティーかブラックティーにしよう。なんか頭がいまいちなんか曇ってる感じ。なんだ、頭痛じゃない。なんかさ、眩しいって感じで、ま、運転してて眩しかったのすごい。でもなんかその眩しい時のなんかキーみたいな感じのあれあるじゃん、それがちょっと残ってて、なんかここがすっきりしないから、ちょっとブラックティーと CBD 取ります。飲みます。 Why do you care if you're cold? Okie dokie。クリスマスツリー届くはずなんだけど、飾り付けはまた別の日に届くの。だからとりあえず届いたら出して、でライトをつける。なんで食器が増えてんの。朝前、朝さ、洗っても洗っても増えるの。手が聞いて、昨日ランパ、昨日じゃない、この前何、ホームセンター行ったらナンパされたの。待って、私さ、もうキリかなんかで頭もじゃもじゃだし、マスクつけてて眼鏡つけてるじゃん、眼鏡曇ってるし、クリスマスツリーが高くてなんかイラッとしてたし、しかも生理前だったから、そこでナンパすんなって、もう分かんないんだろうけどさ。でなんか自信なさそうに Good morning beautiful って、Good morning beautiful みたいな感じ、私はとかと思って、なんか What? って言ったら How you doing beautiful? Good, what's up? って喧嘩売ってんのみたいなさ。で向こうは Okay, beautiful, bye みたいな、そうってなんかゆっくり離れていった。で私見えないから眼鏡こうやってなんかこうやってやって見えない、こうやってやって曇ってる、なんかずっと自分で一人でみたいなさ。おかしい人みたい。なんかナンパされて嬉しくなかった。 なんでそこでみたいな、他のいないから、なんかこの人でいいや、この人にナンパしようって感じ。まあうるさいみたいな。まあとりあえず久しぶりのナンパは嬉しくない。子供産んでからナンパが少なくなった。まあ子供と歩いてるから、たまにナンパされるとえみたいななるけど、子供といるんですけどみたいな。いや、あとなんか道を渡ってて、綺麗なお尻のお姉さんが目の前に歩いてたのね。で私もそのお尻を見てたの。なんかベビーカー、何ストローラーを押しながら、あすげえケツとかと思って歩いてたら、で隣に一緒になんか渡ってた若い男の子、男の人がなんか言ってたの、なんかDamn girl みたいなさ。で私もこうやって普通にパッて見て、パッて見たの。そしたらその人、ああみたいな感じで、あなたも綺麗だよとかって言われて、なんでついでにって言ったら笑っててついでに言うねん、もうそっちでいいじゃんみたいな、なんかやめなさいよみたいな感じだったの。で向こうも、ごめんみたいな、なんか超気まずなんでついでに励ましてんの私のこと。焼きうどんにしよう、今日スープにしようかな、考え中。とりあえず解凍して、お昼ご飯と夜ご飯考えて、とステーキがあるから、
そう、解凍するときはこれを切って解凍するといいよって前にコメントで言われて、 Butcher's wife でしょ。 Butcher は日本語でわからないお肉とかのところで働いてる人。いや、yeah. okay. なのでそれをやります。とりあえず洗い物して、でチキンもあるから、AJ あんまり肉はなんかチキンの方が好きなのね。 AJ は、私は肉派、ディンはどっちも好きなので、それをやりましょうと、チキンを作って、チキンはもう解凍してあるから、でお肉どうしよう、アドボにしようかな、チキンなんかも考えてる。 OK、 とりあえず、なんで火止まった、止まってないね。チキンとかコトコトなってよ、水足したの。なぜかゆで卵、 and 夜ご飯はステーキ and うどん作ろうかなと思って、で、洗濯物干してから、洗濯物終わったらちょっとティンのお迎えもうちょっと早く出てスーパー寄ろうかな。よし、洗濯物干そう。スーパーから何買うっけ、牛乳だ。いや、今度にしようかなとか思ってたけど牛乳がなかったから、牛乳とコーヒークリームなかったっけ。とりあえず、今11時15分で AJ のランチがもう出来上がったのでライス出そう。寝るやる時間がないので家帰ってきて夜ご飯とか作って時間あったら寝るやりたいと思います。なんとなく赤いネイル、なんかホリデーシーズンっぽいネイルにしたいなと思って、あの様子見ましょう。癒される。 OK、 止めよう。なんだっけ、そう、まだ私食べてないんだけど、ゆで卵を茹でたの、卵を茹でた、ゆで卵を作ったの。なのでアボカドからまだ大丈夫かな。ダメっぽい、なんか開けたくなくなる。ああ、ダメだ。考えてるだけでなんか食べる気しなくなる。でこうやってなんかちょこちょこつまんでおしまいになっちゃうんだよね。やりましょう、ちゃんと。パン取ってるね。エジェが今日コストコ行くって言ってたから、だから私セーフは行かないです。牛乳買わないで OK。野菜、コストコの野菜ってさ、でかくて微妙、なんかすぐ腐っちゃうじゃん、でかいと。じゃあちょっと、ディオンを迎えに行ってきます。また後で帰ってきたら動画撮るね。 See you。 どうも、帰ってきました。でこれをずっと見せたかったけど、私見せたっけ、もしかしたら見せたのかも。なんかネイチャーキャンフィットネスとライブちょっとやったじゃん。でこれが美味しいって女子たちが言ってたの、スタッフで。私持ってることに気づいて、違う方、チョコレートの方終わらせてからこれを開けようとかって思ってたんだけど、なんかこれが美味しいって飲みやすいってライブで言ってたから、開けちゃおうとかと思って開けちゃったので、飲みやす、なんかさ、私運動しないからプロテイン飲んでないって言ったの。そしたらなんか別に運動してなくても女性にいいから、なんか髪の毛とかネイルとか肌とかプロテインだから、あ確かにとかと思って、で
ちょっと飲み始めたので、取りやすいようにここに入れたんだけど、これただ水で溶かして飲むって感じで、私が持ってるのはトロピカル味で、すっごく飲みやすい、好き。なんかね、カラスの時にしないでねあー、カカカカ、うるさい。何言おうとした？なんかプロテインの粉って感じじゃない、で本当にジュースって感じな感覚で、なんか甘みはあるんだけど、薄くやっちゃえば甘みが少なくなる、濃くすれば甘みが、なんか自分で調節できると思う。 Yes、 これをなんか結構飲んでるの毎日、忘れなければ。カラスが気になる、うるさいな。なのでそれを飲みましょう。でね、なんかライブで釣られていろいろ買っちゃったの、なんかブラックフライデーので、しかも自分のクーポンコードを使えるって知らなくて、でそのさとみさんが、あ、使えるよとかって言って、なんだっけ、川端15で 15% オフさらになるからって言われて、それで自分のクーポンコードを使って買っちゃったなんだっけ、 EAA だっけ、 AEE だっけ、なんだっけ、それを買ったのと、抹茶クッキーと、あと何買ったっけ、まあ、とりあえず届いたら紹介するね。なんかテレビショッピング見て釣られて買うおばさんみたいにさ、自分のライブやってから自分で釣られて買ったってダサーいってね。こうやって入れてシェイク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 やって、でなんか溶けなくてもそのうち溶けるって感じだから、いつもほっといてる。でそのうち溶けるから、とりあえずこれでほっといてみたいな、でアイス入れると美味しいよ。これミキサーとかブレンダーでやった方が多分早いのかもしれないんだけど、出すのがめんどくさいから私はこうやってやってる。眩しい。うまい。癒される。お肉焼いてる、超いい匂い。でプロテイン飲んだら、なんか頭の変な感じが楽になった。こんな感じ、溶けづらいのかもしれないんだけど、 I like it。これ飲みやすい、女性にはいいと思う、飲みやすいの。セールまたしたら絶対みんな買ってみて、超うまいよ。うん、あとはベリー味とオレンジだけあるの。私トロピカルしか飲んだことないけど、パイナップルって感じで美味しい、好き。寝る終わった。うー、これハーブつけた。これは短めにしたの、メッセージやったりとかするから。と小指ちょっと短い、なぜか分かんないけど小指超長かったから短くしたけど、まあいいんじゃない。これちょっと短いな。やつだけ曲がってる、これ変に曲がってる気がする。でこれだけちょっとキラキラつけた。久しぶりのような気がする。 anyways、冷たいお店、うまい。ディーンまた金曜日友達と遊ぶんだけど、今度は友達ん家でも、ディーンは嫌だって言ってたから、でお母さんに言ったらじゃあアマルもおいでみたいな、じゃあ1時間だけでって言っといた。遠いからさ、うち。めんどくさいけど、しょうがない。子供たちがね、遊びたいから、ゲームしたいから、しょうがないな。とりあえず今日の動画はここで終わりにしようかな。
また明日の動画で会いましょう。で、昨日の、レーザー脱毛器のクーポンコードがあるの、なんかクーポンコードあるよって言われて、ほうみたいな。で、それ下の概要欄に全部載せとくから、気になる人チェックってね。昨日と今日、ここに使ったの。大きい方はまだ開けてない。なんか動画撮りたいからさ、ちょっと時間があったら動画を撮って、アンボクシングとか使い方とか、違いとかね、やりたいから。Anyways、また明日のビログマスで会いましょう。See you tomorrow! Bye!